政治家とは、職業として政治に携わっているもののことである。G20 政治家とは、古代の君主、領主、閣僚、議員のほか、古代における、あらゆる生態地位、勢力、信任あるいは戦争による勝利に基づき権力を掌握した人々、または失勢に当たった人々を指す。近代以降の代表民主政治のもとでの政治家は、何らかの代表である。 ということによって正当性を付与されている。政治よりも、金や権力など利権を得ることに熱心と思われる、政治家を揶揄して、政治家と呼ぶこともある。日本の政治家の中に、特定の業界の単なる代理人でしかないものや、暴力団と深いつながりを持っている者がいることも、こうした揶揄を生む理由となっている。アメリカでは、エーポリティシャンセンクスオブザネクスト i レクション エーステートマンセンクスオブザネクストジェネレーションという格言がある。マックス・ベイバーは政治家の本領は党派性と闘争であると指摘している。ベイバーは職業としての政治政治家にクオリティとして次の3つを挙げている。情熱坂への情熱責任感め距離を置くこと中華人民共和国の建国者となった毛沢東は政治家が 大衆に接するときに生じやすい有害な不作九百9 3 7年発表の論文の中で触れ、次のように例示している。宣伝をしないこと、宣導をしないこと、演説をしない、こと調査をしないこと、大衆の事情を聞かない、こと大衆の苦楽に関心を寄せないこと、総務省は、政治家を候補者、立候補予定者、現に公職にあるものと定義している。したがって、国会議員、 地方議会議員や地方自治体の主張が政治家に該当する。近年では親族や親戚の後を継承した世襲政治家やタレントとしての知名度を武器に当選したタレント政治家の割合が増えつつあるが、このような形で政治家となることに疑問を呈する意見もある。世襲議員に関しては国会議員のうち選挙における地盤や資源に恵まれるため当選回数が多く、 自分が代表する地域により多くの補助金をもたらしているという分析がある。タレント政治家に関しては批判も多いが政党を牽引しているとする指摘もある。政治家を職業として見るとき、日本国内での評価は芳しいものではない。村上隆、13歳のハローワークでは、ひょっとしたら政治家ほどわかりにくい職業はこの世にないかもしれない。 この本は職業を定義するためのものではないので結論を先に言うが世の13歳はこんなにわかりにくい職業を目指すべきではない将来的には NPO や NGO などで国際的に活動してきて利害調整の困難さと重要性を理解した人がやむにやまれず政治に参加するようになればいいと思うあるいは企業活動と 環境保護の調整に長く深く関わった人とか、企業や銀行を見事に再生させた人とか、地域社会や教育の活性化に携わった人とか、そういった分野から政治家が現れるようになるべきだと、国評されている。精神科医、斎藤玉樹によれば、政治家の特徴として、どんな場所でも、どんな相手でも、とにかく自分の話しかしない、ガサツで、 推しが強く、明らかに後から植え込まれた強い自己肯定感を持っているという特徴を挙げ、ドブ板選挙はカルトや自己啓発セミナーの洗脳と同構造と指摘、謙虚さと卑屈さを履き違え、駅前で土下座線ばかりに頭を垂れている政治家を見て、子供たちがあんな風になりたいと思うわけがないでしょうと批判している。事実、政治家自身の職業肯定感も低く、 NHK の地方議員2万人への調査では、生まれ変わっても議員になりたいですかという質問に、現職の地方議員の7割近くが、ノーと回答している。ありがとうございます。